ルイーセ・アウグスター・ダンマーク。ルイーセ・アウグスター・ダンマーク。ルイースオーガスタ・エーフ・ダンマーク。1771年7月7日から1843年1月13日は、デンマーク王女で、アウグステンボ公、フレデリック・クリスチャン2世の日。公式には、デンマーク王クリスチャン7世と、王妃、カロリーネ・マティルデの娘とされたが、実際には、 G で事実上の殺生であったフリードリヒ・ストルーエンセが父親であったと広く認められている。この出生から彼女は時に、ショー・ストルーエンセ、フランス語、LA、ペチテ・ストルーアンシーと呼ばれることもあった。ルイーセ・アウグスタはデンマーク、現在のヘルスホルムのヒルシュホルム宮殿で生まれた。ルイーセは、父方の祖母、イギリスをジョージセ世紀の娘、ルイーズ・アウグスタは、 母方の祖母、ウェールズ皇妃オーガスタの名前から取られた。1772年1月17日、王権強奪の角で、ストルーエンセが逮捕、処刑され、母カロリーネ・マティルデ王妃が、宮廷からドイツに追放されると、彼女は、ユリアーネ・マリー王太号の監視の下で3歳、年上兄フレデリック王太子と一緒に、コッペンハーゲンのクリスチャンス傍場に住み、 デンマーク宮廷で育てられた。1779年2月、首相アンドレアス・ペーター・ベルンシュトルフは、この、反王族である王女を、アウグステンボウ公爵家の聖子フレデリック・クリスチャン2世と結婚させ、デンマーク王家の二つの系統を、元王家であるオレンボー家と分子であるアウグステンボー家の結びつきをより密接にしようと考えた。これによって、 王国の分裂の脅威を回避することができるだけではなく、スウェーデン王家との縁組も阻止できるからである。もっとも、後者の恐れはかなり小さかった。当時のスウェーデンには彼女より20歳以上年長の王子しかおらず、また重帝である未来のスウェーデン王グスタフ4世、アドルフが生まれた時、彼女はすでに7歳になっていたからである。ルイーセ・アウグスタの未来の夫は、 デンマーク王家の血を色濃く引いており、母方の祖母、父方の祖母、父方のひいばばはそれぞれレーベントロー伯爵夫人、ダンネショルドイコールサムセイ伯爵夫人、アーレフェルトイコールランゲラン伯爵夫人であった。彼は当時のデンマークの上流貴族の主要な家系のすべてと密接なつながりがあった。1785年春、スレース、B、イコールホルステンイコールセナーボーイコール、 アウグステンボーの長子、20歳のフレデリック・クリスチャン2世がコッペンハーゲンを訪れた。婚約がその時に発表され、1年後の1786年3月27日に14歳のルイーセ・アウグスタはクリスチャンス・ボー,ーで結婚した。1794年の火災とアウグステンボーフレデリック・クリスチャン1世、172年から1794年、 の死による所領の継承まで、二人はクリスチャンス王上で暮らした。王女はしばしば宮廷行事の中心にいて、デンマークのビーナスと称された。1794年から二人は、夏の間はアウグステンボーの所領であった、アルス島とデンマーク王室の夏の宮殿のある、グロステンで過ごした。二人は三人の子を設けた、デンマーク王として、 シュレースビヒ公国を支配していた兄とシュレースビヒにセナーボーをはじめとした所領を持つ夫とはしばしばその領有をめぐって対立したがルイーセ・アウグスタはデンマーク王室の一員の立場を堅持したまた1810年スウェーデン王カール13世の王位継承者として夫の弟であるクリスチャン・アウグストカール・アウグストがなされその後休止すると夫は 自らがその地位を得ようと試みた。彼女はこれを阻止すべく活発に行動し、その結果フランスの軍人ポンテコルボコージャンイコール、バティスト・ベルナドット、カー十四世ヨハンが選ばれた。夫婦関係は結局破綻し、夫、フレデリック・クリスチャンは子供の将来への彼女の影響を法的に制限しようと試みた。夫は1814年6月14日に亡くなり、 ルイーセ・アウグスタは、アウグステンボー家の産と子供の養育権を手に入れた。財産は1820年、長男クリスチャン・アウグストが、長期の海外旅行からの帰国時に相続した。それ以降、彼女は、アルス島のアウグステンボー城で暮らした。1832年、バッシ・フレデリク・エミル・アウグストのために、彼女は、原子レースビヒコール・ホルシュタイン州、エッケルンフェルで、 湾に近いデイニッシャーボールと、半島のノア及びグレーンボールと、に、所領地を購入した。ルイーセ・アウグスタは1843年に、アウグステンボーで死去した。当時、兄王の治世は、すでに終わっており、義理の息子クリスチャン八世が即位していた。したがって彼女は、時のデンマーク王妃の母として死んだ。デンマークの画家イエンスユール。 ジェンズ・ジュルによって2枚の肖像画が描かれている。1枚は1784年のもので、ロンドンのロイヤルコレクションに所蔵されている。もう1枚は1787年のもので、フレデリックス・ボージョーの美術館にある。この他にアントン・グラフ、アントン・グラフによる肖像画がセナー・ボージョーにある。デンマークの作家マリア・ヘルベアは、ルイセ・アウグスタの生涯を題材に、 愛の子と題するベストセラーとなった歴史小説を書いた。この小説は王女の生涯を電気的に扱った老戦坊上での特別展に触発されて書かれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。